オンカーニバルは3年連続9回目の出場。準優勝2回、優勝はまだありません。今年こそは、今年こそは優勝、悲願達成を狙っています。殺人医師、ドクタースティーブ・ウィリアムス、青コーナーから登場してまいりました。そして赤コーナーからは間もなくこの選手がやってまいります。どうぞご注目ください。常に新しい場所、新しい戦いを求めています。新天地を求めた戦国武将は今新しい戦場へとやってくる。オーバーマット、全日本プロレスで歴史のあるシリーズ、チャンピオンカーニバル優勝を目指して間もなく天才がやってくる。武藤刑事がやってきた。2002年2月24日日本武道館で川田三冠王座を奪還されてしまいました。ならば決意も新たに、このチャンピオンカーニバル初参加、初優勝を目指します。天才武藤刑事見参。松田敏夫でお送りしてまいります。さあ今になりました、武藤刑事、そしてスティーブ・ウィリアムス、前傾姿勢はスティーブ・ウィリアムス。大佐野さん、はい、まあ、この両者、昨年ですね、2001サマーアクションシリーズの最終戦、日本武道館で、三冠ヘビー級タイトルマッチで武藤とウィリアムス激突しましたよね。まあ、かなりウィリアムスも粘ったんですが、残念ながらシャーニングウィザードの前に敗れました。そうですね、あの試合の後私はあのウィリアムスのコメントを取りに行ったんですが、どんなコメントありました？あの顔に傷を作ってましてね、シャーニングウィザードの時だと思うんですが、あのこの傷を見ろと、武藤にやられたんだと、で確かに今日はベルトは取れなかったかもしれないけども、チャンスが一度なんてわけがないと、必ずチャンスがあるはずだし、俺はチャンスをもらう価値のある男だと、その時は必ずこの傷を武藤につけてやるというようなことを言ってましたんでね。そうですか。まあ、形を変えてこういうね、あのチャンピオンカーニバルという舞台でまた相まみえたわけですから、はい、あの本当にデンジャラスですよね。そうですね。昨日の開幕戦、後楽園ホールは6人タッグマッチで、小島太陽系や武藤刑事組対ジムスティール、マイクバートン、スティーブ・ウィリアムス組というのがありました。まあ、小島がジムスティールを捉えて、小島ケア武藤組が勝利となりましたけども、まあ、6人タッグでは、まあ、言うなれば昨日、まあ、前哨戦を両者もらいましたね。でまあ、あの本当にお互いに手の内の探り合いといいますかね、はい、あの本当のところは見せずじまいでしたよね。ここはうまくローリングして、しかし武藤刑事がサードロープエスケープです。2月24日川田にベルトがですね奪還されてしまいました。そして2月26日にこの王道全日本プロレス正式入団発表をしました。はい、とにかくいろいろとですね、あの記者の皆さんに武藤刑事、今のその胸の内を語っておりましたけれども、細野さん、どんなふうにお感じになられました？そうですね、その後会社の方にも来てくれたんですけども、とにかくその全日本プロレスの武藤刑事よろしくお願いしますと、1年生ですと、これから新しい武藤ですというんでね、もう過去は振り返らず、新しいスタート地点に立った武藤っていうのはね、なんか夢もあるようですしね、なんか頼もしく見えましたよね。あのね、記者会見の時に、もうこういう記者発表の場はありませんと、ということはもう武藤刑事が骨を埋める気持ちでマットに上がるんだということですよね。そうで
ですね、プラスしてやっぱり彼にしてみたら、あの彼は自分のことっていうのは本当にひらめきでファイトしてくるんでね、何が来るかわからないから、もうそういう意味じゃ天才だよというふうに言ってましたもんね。ここは左の脇腹のあたりパンチを見舞っておいたが突進していったこのスティーブ・ウィリアムス、少し前を取りましたスティーブ・ウィリアムス。今日はこの後楽園ホール大会を終えまして、北陸さらには大阪を回り、宮城県スポーツセンター、そして北海道月寒グリーンドームの決勝戦ということになります。このチャンピオンカーニバル、誰が果たしてその最終戦優勝決定戦であの大トロフィーを両の手にするんでありましょうか。赤コーナー振って、今度は武藤敬司フェイスクラッシャー、フェイスクラッシャーを放ったところで10分経過。さあ武藤敬司、やはり小沢さん、この膝ですね、当然のこと狙ってくる、低空でくるこの武藤敬司。さあテイク、もっと動き戻りましたね、大丈夫ですかね、さっきそうですね、あの開幕からね、その膝が爆発してしまうと長いですからシリーズ、かなり不利になってしまいますもんね、ちょっと今もどうですか、今のねドラゴンスクリュー崩れたんで、逆にちょっとスティーブ・ウィリアムス、あのももから腰のあたりなんか痛めたかもしれないですね。フィギュア4レッグロックですが、ちょっと入り方浅い感じがしますね。どうでしょう武藤敬司、スティーブ・ウィリアムス、おそらくこれ左に反転してくるか、ここで持って武藤敬司がちょっとやはり、そうですね、武藤も、武藤もとりあえず、体勢を整えるという意味での決め技ではない4の人という感じですね。スティーブサーブロープ付近エスケープできるかどうか、反転して今サードロープエスケープです。武藤もちょっと痛そうですね、自分でかけていながらね、やっぱりちょっとなんか異変が起きてるんですかね。それにしても武藤がここまで攻められるっていうのも、そうですね、そういうのね、大してやられてないのにこれだけ膝を気にするっていうことは、何かの拍子で自分でやってしまったのか、あ、読まれてますね、この辺り読んでいった、ここはバックドロップ、サーブと武藤、武藤、あれが強い武藤、そうですね、まだ角度はいつものよりはね、鋭くなかったかもしれないですけど、スコーンと入ったんで今のバックドロップは、結構きついかもしれないですね。あ、抑えた片襟固め、さあカウントが入ってくるぞ、どうか、カウント2、武藤敬司起き上がりましたが、しかし苦悶の表情です。あんまり苦しそうな顔しない人ですからね、武藤っていうのはね、ちょっと気になりますよね。そしてこの体勢からうまく捉えた、カウントというカウント、いや危なかったですね今のカウントは、ドクターボムか。さあ果たしてここで武藤敬司がキャンバスに撃沈されてしまうのか、もう盛り返さなきゃいけないんですけどね、首を押さえてるんで、バックドロップでちょっと首も痛めてるのかもしれないですね。そして殺人バックドイヤー、武藤後方待った、そしてテイク、武藤敬司反撃体勢作れるか、しかしちょっと武藤敬司気を伺っている、シャイニングザロ、これは綺麗に入りましたね。はい、さあここから武藤がどういう組み立てを見せるかですね、組み立てられるかどうか。スティーブ・ウィリアムスはシャイニングウィザードでちょっと今この髪少し切ったのかな。さあそして
構ですね、ちょっと晴れてはいますね、そしてシュミットしか流れた武藤圭司足を削った、さあ飛んでくるか、天才が赤くもなんかだと、あーっとしかしそれを消された、なだらしてくれた武藤、危ない危ない、バックドロップですよね、これも形を変えた、はい、スティーブ・ウィリアムス、勝機が自分の方にやってくるのか、天才武藤圭司、その勝機を自分の方へ引き戻せるか、ロープの反動にしていった、テイク、そしてこのポジションからスティーブ・ウィリアムスを捉えてくるのかどうか、ですけど読まれちゃいましたね、そして殺人バックドロップ、バックドロップ、武藤敗れた、初戦敗戦、大バックルバスがありました、いやちょっとこれはびっくりしましたね、はい、チャンピオンカーニバル B ブロックリーグ戦30分一本勝負、初戦大番狂わせ、武藤を撃沈、さあ手元に正式タイム入りました、15分16秒、バックドロップホールド、スティーブ・ウィリアムスが武藤圭司を破りました、B ブロックの一戦です、天竜源一郎対スティーブ・ウィリアムス、おお早くもここはスティーブ・ウィリアムスに蹴り込んでいこうというこの天竜源一郎、不運のぼれ竜、果たしてこのチャンピオンカーニバル今年も優勝して2連覇ということになるんでありましょうか、天竜源一郎、そしてスティーブ・ウィリアムス、早くもグランドの展開になりました、さあ解説は週刊ゴング企画部長の清水勤さんです、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、実況私松崎敏夫です、さあ清水さん、はい、まあ富山大会なんですが、はい、川田俊明が、負傷ということになってしまいましたね、そうですね、膝のおそらく靭帯だと思うんですけどもね、さっき控室に、来てまして、はい、病院から戻ってきてたんですよ、おそらく結果を報告しに来たんじゃないかと思うんですけども、ノーコメントで、宿舎の方へ帰ってきましたね、ということは現段階ではちょっと何とも言えませんね、そうですね、まあ、とにかく川田俊明、膝にはだいぶその痛みというものをね、伴っておりましたけれども、さあ今後ちょっとそのあたりが心配です、川田俊明、さてリング上天竜源一郎とスティーブ・ウィリアムス、まあこの両者もですね、昨年のチャンピオンカーニバルでも清水さん、はい、凄まじい熱闘が見られましたけれども、そうですね、確か高山の会場でやったと思うんですけども、そうでしたね、はい、まあ天竜選手曰く、まあ、スティーブに負けてなんじゃ優勝はできない、はい、もうここは簡単に抜けたいというふうに自分では言ってましたけどね、スティーブ・ウィリアムスはこのチャンピオンカーニバルは3年連続9回目の出場、準優勝が2回、あと優勝がないんですよ ね、今膝がもろ入りましたね、入ったようですね、スティーブ・ウィリアムス、今日はいつものようなそのスティーブのペースを作ることがこの天竜からできるんでありましょうか、逆グーパンチ、今度はショートでもってスティーブ・ウィリアムスが来ました、逆に向こうから来ましたね、グーパンチが、そうですね、逆水平、ものすごい音が轟いています、岡山オレンジホール、ここはグーパンチで来る、グーパンチから逆水平、ものすごい音、走っていってのラリアット、赤コーナーピンで決まりました、試合前なんですけども、天竜選手がこのウィリアムスに対して、はい、とにかくドブギリ吹いてでも、そこは勝ち抜くっていうふうにはっきり言ってましたから、あそうですか、予告ドブギリ、はいね、はい、してますので、本当にそれが出るかどうかっていうのもちょっとね、興味津々ですよね、そうですね、そしてエプロンからここはリング下、おっと天竜源一郎、お渡り振りを突き飛ばしました、スティーブ・ウィリアムス、
天竜が後方から忍び寄ってドッキリ、そしてラリアット、抑え込んだ。さあレフリーのカウントはワンです。ドッキリ噴霧、これはたまらない。ラリアット、天竜が勝ち上げて片襟型ですくい上げてスリーカウント。天竜源一郎勝ち点が4、スティーブ・ウィリアムスは勝ち点が2となりました。これは天竜の策にまんまとスティーブ・ウィリアムスはハマってしまいました。さあそしていよいよ次の試合は嵐荒谷信孝平井信和 VS スティーブ・ウィリアムスマイクロコンド相島優斗の30分一本勝負、再び実況を松崎俊夫さんにお願いいたします。そして最後方からは殺人技師スティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。ドクロの仮面を入ってつけて入ってまいりました。このスティーブ・ウィリアムスであります。さあ今この3選手が先にリングインとなりました。これよりは WAR 軍の入場を待ちます。バーシティクラブいつものポーズ、それに何話の全日本プロレスファンの皆さんが声を送っています。さあそして平井信和、荒谷信孝、嵐、口を毎日文字に結んで若干ムッとした表情で入ってまいりましたのが平井信和、トップファイター2世荒谷信孝、そして後方からは嵐 WARリボリューションの T シャツを着て入ってまいりました。第71代のアジアタッグチャンピオンチームであります。ゆっくりと今リングインとなります。そして今エプロンからリングインとなりました嵐、早くも前傾姿勢を取りましたのがスティーブ・ウィリアムス。プロフィーサーマッチ30分一発のボールからです。アウトラ240ファンドアンスマーユー集団地は相島優斗、マイクロトンド発色の大会はマイクロトンド、そして殺人騎士ドクターはスティーブ・ウィリアムス、特艦ファイター2世平井信和コールされました。荒くれ者荒谷信孝、しましたと同時に今乱戦状態、今リングベルが鳴りました。大阪府立体育会館も荒れ模様であります。今日の第3試合は6人タッグマッチ、スティーブ・ウィリアムスドクターが今放送席付近のフェンスにバックボーンのあたりを激突させられてしまいました。さあリング内でありますけれども WAR 軍の相島優斗が捕まっています。改めてこちら放送席をご紹介しましょう。解説はアルコールです42年次菊池隆さん、そしてこの方おなじみ週刊ゴングの大佐の影色者にお願いしております。お二方改めてよろしくお願いいたします。実況アナウンスこの試合は私松崎俊夫でバイオレンスにお送りしてまいります。相島優斗がちょっとこれはトラバル組になるかどうか、突進していって嵐走り込んでいってのラリアットを見舞ってまいりました。この嵐であります。さあ菊池さん、はい、相島優斗なんですけれども、はい、まあ、このシリーズは全日本プロレスの2002サマーアクションシリーズなんですけれどもね、はい、7月7日開幕戦後楽園ホールでバタバタマッチ太陽ケアとぶつかりました。久しぶりに頑張ってそれにしても外人でも詰めて、ああようやくそうですね抑え込んでいった外国人選手チームがちょっとここは
撹乱されている。なおもこれはスティーブ・ウィリアムスがエプロンからアウト。放送席の目の前にスティーブ・ウィリアムス。WR トリオは相手を狙うのはこれはもう上等手段ですからね、はい、そうですね。そして荒谷信孝がちょうど目の前であります。放送席の目の前、荒谷がバックボーンをちょうど放送席の手前、スティーブ・ウィリアムスは全部のあたりを打ってしまいました。さあ嵐が飛んでくるのか。嵐が早くもフロントフィニッシュ。フィニッシュか、抑え込んだ。カウントはどうか。アウトはフルカウント。もうこれ細野さん勝負出てますか。そうですね、チームワークから言ったらもうこれは完全にね WR 軍のもんなんでね、はい、傘にかかってうるさいウィリアムスロトンド出す前に相島を務めてしまおうということなんじゃないですかね。はい、その相島優斗なんですが、7月17日博多スターレン大会で、マイベントの8人タッグ戦で土方隆二のハイキックをかなりですね、顔面右の後頭部のあたり受けまして、1度目でもって長野さん、はい、脳震盪と失神してしまったらしいですね。ただね、あの時もね、メインでしかも自分がフォール取ったわけですからね、はい、その後のこの大阪だけにね、ここはちょっと踏ん張ってほしいですね。試合ちょっと話を聞いてきたんですが、もう土方のですね蹴り技でもって一発でも意識不明になっちゃったらしいんですよね、そうでしたね、もう動きがおかしくなりましたもんね、最後のラリアット行った時に走り込んでいった時にですね、技が決まったんですが、本人は前で常に直してしまったと思ったらしいんですよね。気がついたらフォールしたというそんな話だったんですが、さあその相島優斗、相島優斗からスティーブ・ウィリアムスにスイッチしてまいりました。菊池さん、はい、このスティーブ・ウィリアムスですね、狙うところはやっぱりその三冠戦というのがチラチラしてるんじゃないですか、ね、いやもう本人は暮らしきたいがで、はい、これを何を持って、はい、タイトルマッチから外してるんだと、はい、小島より先に俺だろと、もうかなり強烈に主張してまして、はい、もう今日から俺はバッドガイになってやると、全部デンジャラスバックドロップで全員病院送りにして俺が挑戦すると言ってましたからね。そうですか。188cm 125kg 負傷した肋骨の痛みも和らぎ、コンディションも良好だと今日控え室で話しておりました。このスティーブ・ウィリアムス三冠チャレンジに狙いを定めています。おっと早くもショートで持ってくる。右からのアッパーであります、このスティーブ・ウィリアムスであります。さあテレビをご覧のファンの皆さん、この凶暴な6選手であります、危険ですからテレビの画面からは少し下がってお楽しみください。黄色い線の内側に下がってお楽しみください。でもそんなものは見せないんですが、さあそして今度はマイクロフォンド速射砲エルボーで来る。うまくこの肘の使い方っていうのは大島さん、このマイクロフォンド見事ですよね。そうですね、でもう感心するのはね、かなりのキャリアあるんですけども、はい、もうずっとスティーブ・ウィリアムスのサポート役に徹してますよね。そうですね、片指固め抑え込んでいってカウントが入ってくる。分けるレフリーは姉崎五郎レフリーであります。そして今度相島優斗が入ってまいりました。しかし先ほどの話の続きじゃないんですが、長野さん、はい、相島もですね、博多では土方に、失神させられ、それから長門大会、7月15日の長門大会ではですね、はい、右の脇腹ですか、マイクロトンドに、フェンスのですね、トップのところでもって打ち付けられまして、なんかもう内出血起こしてるんですよね。そうですね、あんなに蹴ってたと話しておりましたけれども、そのクラシック大会はですね、はい、ウィリアムスはバッドボール宣言をした、その日にバックドロップで、これも失神したわけですからね、かなり五難の失血ですよ、相島にとっては。なるほど、久々の、ね、実戦ですしね、練習始められたのが6月の初めって言ってましたんでね、一応4回勝負4回勝負したってからな、だからなんか170キロ上がったバージョンが120キロしか上がりませんと、まあ、120キロ上がるだけでもすごいんですけどね、本当ですよね。さあそしてスティーブ・ウィリアムスが入ってまいりました。バーシティクラブはスティーブ・ウィリアムスとマイク・ロトンドであります。今日の東京外国為替市場は1ドル115円の円高ドル安でありますけれども、このバーシティクラブがリング上にあれば円が140円と円安になるんでありましょうか。さあ今度はどうでしょう、手前側引っ張り込んでくるがどうか。いやキャンパスの中央でもって殺人爆弾、いや平井が広がってくる、平井がここを回っていった。さあどうか突き放してくるんでありますが、荒井頑張ってはあてがってくる左の腕、そして今度は平井の中から荒井の乗高が入ってまいりました。この第71代のアジアタッグチャンピオンチーム、荒谷と嵐でありますけれども、菊池さん、はい、なんだか4月13日武道館でですね、そのタイトルを主張して以来、はい、長期、保持チームになりそうな、そんな予感もしますが、どうですか。防衛戦を行わなきゃ長期になりますよね。本当に防衛戦の予定はないですもんね。ないですよね、でもあれ6ヶ月でしょ、期限。そうなんですよ、ですからもうそろそろかなと思われますけれどもね、抑え込んでくるのかどうか。さあ荒谷、巨大なムササビがこの何輪の間中央、またしかしこれはスティーブ・ウィリアムスのバックボーンのあたりに命中。青コーナーサイドでは平井がロトンド、そして嵐が相島を捉えています。場外戦が繰り広げられておりますけれども、嵐、
早くももう滝のような汗をかいています。一方こちらは相島優斗、さあリングラーでありますが、ちょっとこれはラリアットを空振り、空を切りました。あれは伸びたかでありますが、もう一発空を切りました。ちょっとこれ視界定まってないのか、大丈夫か。なんか今肩の上を取ったのでダメージを取ったようですね。サバソルとヤッタライアの方が、はい、ちょっと動きがおかしくなってますよね。はい、そして今度は平井信勝がローブに振ります。あっとこれは抑えられてしまった。エアプレーンスピンの体勢であります。マイクロドンド飛行機でぐる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 回っている。ここは関西国際空港か。このマイクロドンドがぐるぐる回っていますが、どうか。ドシンとここはキャンパスに叩きつけてくる。その平井はエプロンからリングした。そしてリング内でありますが、乱戦状態が繰り広げられておりますけれども、ちょっとこれ長野さん集中がつかない。そうですね。であのウィリアムズもね、はい、あのムーンサルト避けた時に避ける方向を間違って背中打ったじゃないですか、うん、ここで動きおかしくなりましたし、はい、アラヤもかわされたことでね、ちょっと動きおかしくなってしまいましたね。はい、さあどうか。おっと、強辻バックドロップ。ドクター叩いてためしゃくっていってカウンターいってスリーカウント。ウィール・ウィリアムス殺人バックドロップで荒谷信孝を捉えました。相島優とマイクロトンとスティーブ・ウィリアムス組に外貨が上がりました。さあやはり菊池さん、はい、まあ、試合中にお話ししていただきましたけれども、はい、まあ、今日メイドとですね、天竜小島の三冠戦がありますけれども、はい、勝った方でやっぱり時期やるのは俺だぞという、はい、それほどこのスティーブ・ウィリアムス、そもそも今日三冠戦が俺が出てないのが面白くないですから、ウィリアムスにとっては。そうですか。でも今のあれだけの急角度であれ落とされましたら、はい、自分の体重でも組み痛めちゃいますよね。なるほど。さあ今出ました7分5秒殺人バックドロップからの叩き固め、スティーブ・ウィリアムスがアラヤを捉えまして、スティーブ・ウィリアムス、マイクロコンド、相島優斗組に外貨が上がりました。この試合ちょっと大沢さん簡単に振り返ってください。そうですね、あの WR 君絶対優位だったんですが、もう最後はウィリアムスのパワーがもう強引に試合を決めてしまったという感じで、はい、まあ、3冠にかける意気込みっていうのはよく分かりました。あ、そうですね。さあこのスティーブ・ウィリアムスとマイクロコンド、荒谷信孝はかなり殺人バックドロップのダメージがあったのか。今依頼、さらにはセコンドに肩を借りまして、これからドレッシングルームの方向に戻ろうというところであります。超満員の大阪府立体育会館、全日本プロレスの2002サマーションシリーズの最終戦が行われております。21世紀大阪夏の陣。さあ今スティーブ・ウィリアムスがこちら放送席に今じっとこちらの方を見まして、うん、今の表情からしてもやっぱり菊さん、次は絶対あのプロレス界の至宝は俺が就任してやるぞというのを何か私に語ったような感じがしますが、それ言いたいところなんですよね。なるほど。さあそして長い舌を出した舌なめずりをしているこのスティーブ・ウィリアムスに、果たしてあのプロレス界の歴史の3つのベルトは手にすることができるんでありましょうか。この一戦を大阪府立体育会館から実況でお伝えをしてまいりました。今日は実況生中継でお伝えをしております。これまで3試合が終了。相島優斗、ちょっと今日相島にしてみれば、自分の納得いくレスリングは大友さんできなかったような感じがしますが、そうですね、やっぱりドタバタした展開だと辛いですよね、まだね。そうですね、ということで今日の第2、3試合をお伝えしてまいりました。この後の対戦なんですが、いよいよ世界ジュニアヘビー級王座決定戦、剣道歌手残るのは当然として、はい、最後にどのチームを残すかということまで計算して戦うわけですからね。そうですね、さあそしてバーシティクラブが入場してまいります。マイク・ロトンド、スティーブ・ウィリアムスが優勝してまいります。21世紀を迎えて全日本プロレスの外国人選手のタッグ戦線では一番強いチームと謳われているマイクロトンド、スティーブ・ウィリアムス。さあバーシティクラブがリングインとなりました。ドクロのマスクを全シリーズから被っていますスティーブ・ウィリアムス。さあ今赤い紙テープであります。
そして皆様ご注目いただきましょう。また王道マットに強い強い外国人タッグチームが見参です。しかもこのタッグチームは第46代世界タッグ王者チームとなっているわけであります。4月17日大阪府立体育会館で行われました世界タッグ選手権試合60分一本勝負、前チャンピオン45代チャンピオンの太陽ケア武藤圭司組を破りました。ブライアン・クラーク、ブライアン・アダムスのクロニック、ブライカンコンビがやってまいりました。第46代新チャンピオンとなったブライアン・クラーク、ブライアン・アダムス、大阪大会では必殺技メルトダウンでブライアン・クラークが武藤圭司からホールを奪いました。自他ともに認める統合外人チーム、アダムスの先頭、後方からはブライアン・クラーク、さあ入ってまいりました。一瞬今私はクロニックが入場するときに他の外国人チームが背を向けたわけであります。さあいよいよスタンハンセン杯争奪フォーウェイタッグバトル試合が開始となります。解説の長野さん、はい、まあ長くこの王道マットを支えてきた外国人チームにしてみればですね、はい、このクロニック、ああもういきなりクロニックになってきましたね。やはりそうでしょうね、はい、第46代の世界タッグ選手権保持者でありますクロニック、ブライアン・アダムスとブライアン・クラーク、クロニック、さあどうぞテレビをご覧のファンの皆さんはお好きな外国人レスラーの方に目を注いでいただきたいと思います。これだけ大勢の選手でちょっとどの試合を実況していいかわかりません、はい、カメラの方も困るでしょうね。これはそうですね、2メートルを超す大型長身ブライカンコンビはクロニック、正確に言いますとブライアン・アダムスが2メートル133キロ、それからブライアン・クラークが196センチ138キロであります。ここはどうしたことか、ついにライバル同士ですもんね、考えてみたらね。そうですよね、4社が今リングラー入っています。バートンがウィリアムス、そしてジョニー・スミスがブライアン・クラークを捉えています。そうですね、スミス組対クロニック、バースティー対、バートン、スティール組みたいな形になりましたね、はい、今小野さんにこの30年間いろいろこの王道マットを踏んできた外国人レスラーの思い出語っていただきましたけれども、そうですね、あと忘れていけなかったのはやっぱりデストロイヤーですよね。あ、そうですね、はい、あの4の字固めね、魔王というニックネームつけられました、まあ、あの馬場さんのタッグパートナーになってね、本当ですね、ずっと日本で頑張ってくれたんですよね、はい、しかし時代が流れまして全日本プロレス歴史があります世界タッグのチャンピオンベルトは今リングラーにおりますこのクロニックが腰に巻いているわけであります。ジョージ・ハインズが入って、おーっと喉輪で来るぞ、この仁王像のような表情が怖いブライアン・アダムス、さらにはブライアン・クラークにジョニー・スミスが完全とアバンチを挑んでいっているぞ、ハインズがリフトアップされてそのまま捉えられて、ドラゴンスクリューを放ちましたスティーブ・ウィリアムス、このブライアン・アダムスがヒット相手を睨んだ時は東京浅草さんの逆門のようであります。グーッと来るぞ、あウィリアムスまでもスティーブ・ウィリアムス、これも切りたいところでありますが2位を見舞ってまいりました。2位からエルボーを見舞ってくるこのスティーブ・ウィリアムス、ブライアン・アダムスを抑えた、おースリーカウント、56代世界タッグ王者ブライアン・アダムス敗れたり、まあ粘ってるんですけどもね、バートンもね、はい、何か一つ返しがないと、はい、逃れませんね、ゴールデンレフト飛び込み際に食らってしまいましたスティーブ・ウィリアムス、
手を差し伸べるジムスティール鋼鉄狼、今入ってまいりました。思いっきりネックブリーカーから青コーラーサイドにマイクロトンド、そしてあっと一本強いスティーブ・ウィリアムス、カウンターのキックをウィリアムスに放ちました。鋼鉄狼がご覧のように青コーラーサイドから突っ込んでいった。ダイビングショルダーから片エビ固め、カウント入ってってどうでしょう。カウントは2カウント、なかなか3までには至りません。そうですね、はい、もうなんか本当にお互いにもう辛いところでしょうね、今の時間がね。鋼鉄狼がこの王道マットで殺人医師ドクターを捉えることができるか。しかしラリアット引っ掛けるようなラリアットを放ちましたスティーブ・ウィリアムス。青コーナーサイドでは今マイク・ロトンドにスイッチいたしました。ラリアットマイク・ロトンド、ジムスティールが捉えられる。スティールをロープに振りました。帰ってきたところは担ぎ上げてキャンバスの中央を軸にしてエアープレンスピンであります。マイク・ロトンドぐる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 回っております。さあそしてここで相手を落下させた、ちょっと足がふらつく。バートンカット、やっとの思いでカット、ハンマーを落としてまいりますマイク・バートン。四者乱戦状態なのが DDT。 マイク・バートンがマイク・ロトンドに、まあ、もう25分経過してますね。25分を経過、長丁場になってまいりました。ロトンドもね、はい、あのこんなに素敵な消耗して今のエアプレーンスピン素晴らしいなと思いましたけど、あとは続かなかったですね。はい、このスタンハンセン杯をどちらのチームが手にするんでありましょうか。ボディスラム、ジムスティール、マイク・バートンと、そしてジムスティール飛んでくるぞ。まずは先にジムスティールが、さらには黄色いコーラーマットからはマイク・バートン、ダイビングエルボーライトから抑え込みへ行って、カウントはカウント2カウント、なかなか3つ目をもらえることができません。向こう側ではウィリアムスがスティールをフェンス攻撃、ゴールデンレフト。さあそしてこの体勢から抑え込んで、カウントは2カウント。ストレッチバスター、ね、お互いにスリーカウント効かせないですね。はい、後方回り込んでいった。しかしジムスティールがスティーブを捉えていってラリアット、マイク・バートンがマイク・ロトンドをラリアットからバートンディザスター、これで解消か。抑え込んでいってスリーカウント、やっとの思いですね。バートンディザスター決まりました。いや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 、長かった戦い、バートンディザスターでスタンハンセン杯が見事取りました。ちょっと振り返っていただきたいんですが、そうですね、クロニック狙いになりましたよね。 あれはかえってね、他の3チームの、ね、スタミナも減らしたと思うんですよね、やっぱりこういう試合形式は難しいですね、はい、さあそしてスタンハンセン杯が送られます。タイム入りました、26分30秒。バートンディザスター、マイク・バートンがマイク・ロトンドを片襟固めで捉えまして、勝利を手中に勝ちました。今ご覧のようにスタンハンセン杯が送られました。 2 guys 6 guys. No, that's right, that's right. That's what it takes. It takes 3 teams to beat 1 badass team, and they still couldn't do it. That's why we're the champions, that's why we're keeping the strapsWe are still tag champions, right? You guys are not, so take your ass. We're still losers. You thought you were smart? No, you're stupid. That's smart enough. We still should be a challenger for tag team belts. We beat Chronics out there. This was a tough match. Still, we feel like we should be the challenger. BC 21 isn't done yet.See these? The Stan Hansen Cup. These represent something very important. There was a new match tonight. Four team. Round robin.
elimination. And who stayed on top? Me and Jim, all the way on top. Everyone got beat. George Hines, John Smith, the Karatics, Brian Adams, Brian Clark, Dr. S.D. Williams, Mike Rotunda. The two people left standing is my man here, Jim Steele and Mike Barton. We are Ichiban, we are number one, and we are first in line for the tag team titles. If we don't get our title shot, there's no justice in all Japan. That's we right. deserve it, we earn it right there tonight. Nobody can take it away from us, and nobody. You can say you saw it here, live and in color at the Budokan, July 20th, All Japan, go to TV. どんなスタイルでもこなしてしまうグラン・ハマダ、狂犬野郎ジョージ・ハインズ、しんがりヨーロッパランカシャーレスリング継承者ジョニー・スミス、一見共通点のなさそうな3人ですが、実は間違いなく共通点が一つある。それはプロレスが好きなこと。アマレスでは腕利きを誇りましたスティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド、まず入ってまいりました戦う谷道楽、グランナニワ、そしてプロレス入りしてからも数々のタイトルを手中にしましたスティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド。このカニ道楽がどうブレンドされ、どう味付けされて、この試合が展開されるんでしょうか。試合30分の一本勝負です。さて菊池さん、はい、この一戦もですね、はい、何か面白そうな一戦ですね。この前の試合と同じで、やっぱりちょっと異色のサビが効いてるでしょ。そうですね、浜田とカニと、はい、そうなんですね。これはムートプロデュースの特徴かなとも思うんですよね。あ、なるほどね。まさしく楽しくの戦いであります。さあ仕掛けたスティーブ・ウィリアムス、どんな展開となるんでしょうか。野佐野さん、はい、どんな展開になると予想されますか。そうですね、あの実はね、バースティークラブとね、なにわっていうのは仲いいんですよね。そうなんだよな、そうですか。結構スティーブ・ウィリアムスがね、カニを気に入っててクラブクラブと、あ、お前と俺たちとお前とで、バースティークラブカニのクラブだというね。なるほど、で過去ね何回かあの組んだことあるんですが、結構息合わせてね、
あのウィリアムスたちが逆に何話を盛り出したりしてましたんで、うん、あそうですか、カニもまたいい動きするんだよな、このいや最近の動きがまた早くなってませんか、そうですね、あの特にジミーアンとかね、カズが入ってきてから刺激になってますよね、はい、そうですね。さあそのなにわとグラン浜田の一戦から始まりました。アームホイップ、今度はどうするか、着地した、早い展開、大車輪キック。いや宇佐野さん、はい、このグラン浜田も元気ですよね。そうですよ ね、あのまああんまり年齢のこと言うと怒られるんですがねあの本当にもうずっと変わらないですよね、変わりませんよ ね、あの気持ちも若いですしね、童貞孫がいると見えないよな。そうですね確かにね、7月17日大阪大会では家臣の持ちます世界ジュニア戦敗れはしましたが存在感を十二分に示してくれました。そのグラフとマイクロトンドであります。大きなロトンドとそして小さなグラン浜田であります。さあどうか、首を捉えた、セカンドロープに上がったのがグラン浜田、スイングしての DDT。 さあそしてジョージハインズが入ってまいりました。さあこれは向こうの真似か。いや菊池さん、はい、もうこれしっかり板についてますね。6人タッグで優勝してからもう菊池さんはこのハインズでですね、はい、活躍をどう評価されてますか。後楽園で人気上がったんですけど、人気とともに実力も上がってきてますし、はい、気分が乗ってくるとやっぱりレスラーって強いなと思いますよね。やっぱりねそういう部分ありますよね、はい、さあそしてスティーブ・ウィリアムス、小沢さん、はい、このスティーブ、ウィリアムス、マイクロトンドはこれ世界タッグ狙うでしょ。そうですね、まあ、今日もクロニックとね、バートンスティールありますけども、はい、当然その勝者へというのを狙ってるでしょうね。ありますよね、ましてね、まあ、今回ね、はい、ゴールドバーグという新しい外人が来たんでね、ウィリアムスとしたら冗談じゃないぞと、オールジャパン あの外人ナンバーワン俺だというね意識がね強いんで、はい、また何か起こしそうですよねこの人は。なるほどね、まあそういう部分で言いますとですね、まあ、全日本の外人がまた非常に層が厚くなりそうな予感もありますんでね。そうですね、まあ武藤に言わせるとね、そういう外人同士のジェラシーとかね、対抗意識っていうのも大事なんだよというふうに言ってますけどもね。そうですね、それは旗揚げ以来の全日本の売り物でもあったんですからね、豪華外人組というのは。そうですね、さあその輪の中に入っていこうとするこのジョージ・ハインズ、1963年6月の1日、オハイオ州出身の39歳であります。お兄さんはあのザ・ファンタスティックスのロビー・フルトンであります。王道プロレスの歴史、ジョージ・ハインズ王道プロレス歴も10年を数えたわけであります。今の場面です。さあそしてグラン・ナニワが入ってまいります。ジョニー・スミスです。ヨーロッパのランカシャーレスリングを継承する職人であります。小佐野さん、はい、もう私は今職人という表現をしたんですが、もうまさしくそんなですね感じがするこのテクニシャンですよね。そうですよね、決して派手ではないんですけども、まあ、そのテクニックでね、あのファンの心を掴んでね、はい、あもうすっかりこの王道マットのね常連になってもうベテランの部類ですよね、この体でねそこまで来たっていうのは大したもんですよ。そうですね、よがてのいいお手本になってますし、コーチもしてますしね、いやもう貴重な存在ですよ。あの先ほどの宮本なんかもこの、あれですよね、ジョニー・スミスに稽古つけてもらったりとか、はい、あのスミスの得意技時々使ってますからね。そうですよね。さあエンズへの攻撃、グラン何話でやります。さあブレンバスターの体勢に入りますが、これはディフェンスを取っておりますジョニー・スミス、助走を引かせエルボーバット、しかし相手はヘビー級、なかなか動きません。ここも腰を落としましたジョニー・スミスであります。ルチャとランカシャーレスリングの対決ってのは全日本のリングでだけ見られないですよね。確かにそれは言えますよね。さあブレンバスター、三度チャレンジ、しかしまたダメです。さあ逆に大きく描いていきます。これは着地してこらえた、ラリアットをかわしていく、転がっていく、ランナニアの動きも非常にいい。そして今度はマイクロトップでやります。はい、
ヨーロッパレスリングとですね、はい、アメリカンレスリングの一番の違いというとどんな点を挙げられますか。プロの場合はですね、ヨーロッパは腕殺しなんですよ。腕殺しでアメリカは足を殺せば世界を制すると言いますから。あ、なるほど。根本的にあの関節技はヨーロッパはもうほとんど腕主体ですね。あ、腕と足の違いですか、はいはい、その腕を取りに行ったジョニー・スミスでありますが、自らの体をうまくてこの応用といいますか、その要領でジョニー・スミスを場外に送っていきました。もっとここで入ってきたのがスティーブ・ウィリアムスであります。さあ場外戦となりました。ジョニー・スミスがちょっと捕まってしまった。いや、菊池さん、はい、ウィリアムス結構燃えてますね。燃えてますね。またあの例のトライアングルの最後ありますよね、あれ亡くなったゲリオブライトと組んだやつなんですよね。ああ、なるほど、はい、あの TOP トライアングルオブパワーですか。なるほどね。未だにその社員出してますからね。ですね。今度から見てくれていることでしょう、ゲリオブライト。さあどうか。マイクロトンドがジョニー・スミスを中に入れました。待っているのはスティーブ・ウィリアムスであります。ウィリアムスの機体ちょっと切れてます、ね、ちょっと切れてますよね、はいはい、ちょっと赤いものが。さあ今度はボストンクラブの状態、足を十分にさあこれから落としていこうというパワーあります。さあものすごい反り加減です。長野さん、ジョニー・スミスという選手は結構体は柔らかい方ですか。そうですね、ただ首腰ねちょっと腰を抱えてるもんですからね、そのあたりがちょっと心配なんですけども。そうですね、ハインズがたまらず入りまして2段蹴り。さあ今度はウラン・ナニワであります。さあ肩逆エビ固めの体勢に入りました。菊池さん、はい、やはりそのウラン・ナニワもですね、はい、バックにこの素晴らしい2人がいるんで、はい、なんかこう安心してファイトをしてるんですね。カニがボストンクラブやってますからね確かにそうですよねさあ上位のドットは来ました。さあマイクロトンドにスイッチ、フライングメイヤー投げに行きます。エルボー落としていきます。マイクロトンド、さあ抑えた。ここはどうか。カウントは2カウント。実績的には申し分ありませんこのマイク・ロトンド、そしてスティーブ・ウィリアムス。おそらく世界タッグにも挑戦を表明することでありましょう。パワーもあります、テクニックもあります。おっと、その間に一瞬だ。どうだ、逆さ抑え込み。これはどうか。カウントは2カウント。今度はコーナーに押しやる。そして対角線に振っていきます。あっと、これはうまく透かしていった。そして DDT。 さあなんとかスイッチをしたいジョニー・スミスであります。さあグラン・ハマダ、ハマダが入ってきた。小さな巨人が宙を舞うか。宙を舞った。ダイビングしてのラリアットか。さあ抑えていく。ここはどうか。カウントは2であります。ヘッドバット、もう一度いく。八尾佐野さん、はい、この浜田という選手は本当に相手が大きい、大きい選手であろうとですね、まあ、どうから行ってしまうというね。そうですね。でこの辺りの返しもうまいですよね。もう考えるより先に体を動いてますね。そうですね。浜田の相手って浜田より小さいのめったにいないですからね。それでここまで現役を張っているんですから大したもんです。さあ今度はどうか。エアープレンスピン、飛行機投げに持っていく。さあ何回転をしているのか。回転か。場内でコールが起こっている。さあどうか。カウントは2カウントであります。さあ今度はジョージ・ハインズであります。うまくかわしていった。しかしその勢いで、おっと、至近距離からのドロップキック、ハインズであります。ドラゴンスクリュー、おー、ちょっと危ない、ちょっと危ないですね、ちょっと危ない、ねじった、回転しきれなくてね、そうですね、変に足がマットについたから、ストッパーになっちゃったんですね、あ、今の場面ですが、つま先でついてしまったんですね、これは非常に危険だ、
さあ大丈夫でしょうか。まあ、たださえねあんまり膝良くない人ですからね。そうですね。ちょっとこれはやばそうですね。もう一度ドラマスクリューですね。ですよ。また回転しきれてないですよ。ですね。非常に心配されます。あそしてカバーの体勢、ここはどうか。よく返しましたね。返した。しかし心配されます、その膝。しかし勝負は続いております。切り返していった。そして抑える。ワンとワツー。大きな山行ってないの大丈夫だな。そうですね、大丈夫ですかね。大丈夫そうですね。ラリアットをかわした。どうか。これは相打ちです。これは相打ちです。とりあえずね今飛び技ですからね、うん、飛び技も使おうとしてるぐらいだから大丈夫ですかね、うん、今の場面ですが綺麗に踏み切ってるよ、ね、ただレスラーはほら試合だと体が動いちゃうじゃないですか、うん、終わった後なんですよね。確かにそうですよね。緊張感のある試合中はいいんですが問題は試合後です。さあここはなんとかスイッチをしたい。グランナニワが入りました。ナニワとハインズであります。さあ飛ばしていく。蹴りで返す。ここも鮮やか。綺麗に決めてまいりました。グランナニワカバーの体勢はカウントは2カウント。スピアです。さあ抑え込んでいった。ここはどうか。カウントは2でやります。二段蹴り、これをうまくかわしていった。パワースラムです。カバーの体勢、十分にウェイトが乗っている。しかしカウントは2カウント。30分の一本勝負で行われております本日の第4試合です。さあ抱え上げた。しかしこの反動を利用して投げにいった。抑えますが、さあ今度は全員入ってまいりました。全員入りますとリングは小さくなる。さあ分断を図っていったのか。なにわがトップロープ、しかし下から突き上げてまいりました。ドロップキックを逆に浴びせていく。どうだ、ここは決めるか。いやカウント中よく返した。さあハインズが何か狙っていくか。さあ完全に分断を図っている。リング上はハインズ、おーっと、さあ強烈。ここはどうだ、これで決めるか。決まった。福士さんいかがですか。福士さん、はい、どうですか。やっぱりナニワが狙われましたけど、ナニワいいリズムで攻めたって言ってたんですけど、そのリズム相手に乗り込まれてきたと抑えられちゃうんですよね。そうですね。でもナニワ健闘しましたね。そうですね。小佐野さん、はい、まあ、今最後の画面が出ておりますけれども、そうですね、もうナニワのこの体のサイズだとね綺麗に決まってしまいますよね。そうですね。ちょっと心配なのがですね、スティーブ・ウィリアムスの膝なんですが、今勝負タイム出ました、12分43秒。片襟固め、ジョージ・ハインズがナニワをホールした一戦でありましたが、さあ大丈夫でしょうか。スティーブ・ウィリアムス今放送席の目の前でやってまいりました。さあ歩みを読みますと大丈夫のようですが、今画面はスティーブ・ウィリアムスを捉えております。菊池さん、はい、まあ、この模様を見る限り大丈夫ですね。大丈夫ですね。金を稼いで帰れるんですから、ね、大丈夫ですよ。まあね、明日は天竜との合体もありますしね、うん、そうですね、ここで答えするわけにいかないですよね。はい、本日の第4試合、ジョニー・スミス、ジョージ・ハインズ、グラン・ハマダ対スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド、グラン・ナニワの一戦。ハインズがナニワをホールして下しました。さあこの後は第5試合に入ります。実況は松崎アナウンサーです。お願いします。